山羽による被害を受けた、米国の鉱山山は根とは、強い応力がかかったトンネルで発生する、自然発生的で激しい岩石の崩壊である。岩は根とも。工業では、多くの工業に起因する地震が生じるが、採掘作業に被害を及ぼすもののみが山羽に、分類される。鉱山の高校が改作されると、近隣の岩石にかかるとてつもない圧力が解放され、 文字通り岩石が爆発したり、近くの地質構造物に急激な動きが生じたりすることがある。山金は深刻な災害であり、南アフリカ共和国では毎年約20人の候補がこれにより死亡している。山金は岩石がもろせ世破壊されて約100から200トン、またはそれ以上の岩石が激しく崩落して急速に崩壊することで発生する。 このようにエネルギーが放出されることにより、屈削部周辺の岩石の潜在的なエネルギーが減少される。 異なる説明としては、鉱山の応力の再分布による変化が地質学的な歪みエネルギーに由来する潜在的な地震を誘発するというものである。山姉は屈作規模に影響され、180メートル以上の屈作規模の場合に発生する可能性が高くなる。採掘方法の誤りなどによって誘発された地震は山姉を引き起こす可能性がある。 その他の山羽根の原因として、断層、岩脈、摂理の存在が挙げられる。山は、根への対処方法は、山羽根の危険性が高まった場合に、局所的かつ短期間で対応できる、戦術的な対策と、鉱山の設計プロセスや長期計画に組み込まれた戦略的な対策の二つに分けられる。山ハ根の危険性を軽減することに成功した、戦術的な対策は、 複数ある。それらには次のようなものがある。エネルギーを吸収し、破壊することなくことなく変形するように仕向ける手立てを施す。これらのシステムが損傷を受けた場合でも、落盤を制限したり、他のシステムが完全に故障した場合でも立ち入りができるようにする。デストレスブラストを使用すると、山跳ねの危険性、特に応力の高い脆い岩石を減らすことができます。 デストレスホールは従来の範囲に効率的に組み込むことができます。しかしデスレスブラスとの多応はより問題を多くする場合がある。採取速度を遅くすることで採掘されたトン数に対する自信性が減少することが多く条件によっては実際に破砕を防ぐことができる場合がある。成功している戦略的な対策としては次のようなものが挙げられる。 全ての鉱石の採掘順序は適切に計画されたものを採用し可能な限り厳密に従う深い位置での大掘削の欠乏を回避する掘削された空間にある大量の中上の岩石は排除するか最小限に抑える平行する鉱脈は片側ずつ掘削し上盤の掘削を優先する手彫りの場合はカバンを優先鉱脈が分岐している場所では 掘削は交差部から開始し、一度に分岐して掘り進める。可能であれば、掘削は断層、または不連続面から離れて行う。掘り出された区域は埋め戻されるべきであり、埋め戻しは最初と並行して行い、可能な限り従来の地表に近い状態に保つ。ありがとうございます。